皆さんこんにちは、渡りくるビーチです。今回は、信長の野望を申請、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。長篠の合戦のシナリオでスタートして、前回は、信長が、ついに甲州征伐を発動、武田が滅んだということで、ご覧のような勢力図に変わっています。このままの史実でいけばですね、本能寺の変が起きると思うので、その混乱に乗じて、領土を拡大できるように、勢力を伸長できるように、兵力の充実、これをまず行っていきたいと思います。では、ゆっくり時間を進めていきます。どうやら、上杉軍と織田軍が激突してますね。まあ、予想より早く、信長軍がさらに侵攻を開始したと。という状況が見て取れます。まあ、ここはしばらく静観しましょう。北条との、我々は、同盟が切れるので、北条と戦っておくというのも一つの手かもしれないですね。さて、その北条なんですが、北条も上杉を攻めてますね。このまま行くと上杉がやられる可能性が、まあ、極めて高い。状況なんで、まあ我々もですね、動きしっかり考えていきたいと思います。安土城完成のイベントが出てます。これ確認しましょう。信長が家臣の丹羽長秀に命じて建設を急がせていた天下人の城、安土城がついに完成したという内容ですね。安土城は外から見ると、6層の天守になってるようなんですけど、あ、そうですね。実は7層だったという構造みたいですね。妨害の喜びよ。この五郎座っていうのが丹羽長秀のことですね。ありがたや、ありがたや。秀吉の容姿もすでに武将の予想になってますね。侍大将から織田家の家老クラスと。いう雰囲気出てますね。はい。まあ、安土城は皆さんご存知の通りで、本能寺の変の後焼け落ちしてしまうんですけども、まあ、その安土城が完成したというニュースでした。さて、北条とは戦いではなくて同盟の道を選びました。この後、まあ、北条とは仲良くしていきたいので、しばらくの間ですね、取り次ぎに石川数正を任命したまま、時を過ごしたいと思います。天下富舞の実現を眼前に見据えた戦国の覇者織田信長、本能寺の変ですかね。その行く手には一片の隙も見えなかった。天正10年、毛利攻略への援軍を命じられた明智光秀は亀山城を立ち、1万の兵を率いて進軍する。丹波寺から街道を登る途中、光秀は運命の岐路に差し掛かった。片や羽柴秀吉が援軍を待つ西国、もう一方は主君信長が寄宿する京の町。時は今、雨が滴る薩摩かな。夜明けが迫りつつある。軍をとどめ逡巡する主君を怪しむ家臣らが声をかけんとした刹那、光秀は決断した。敵は
本能寺にあり。仏陽の都は突如として喧騒に覆われる。銃声に目覚めた信長に小姓より謀反の旨が伝えられた。旗印は帰郷。是非に及ばず。信長は自ら武具を取り応戦するが、わずかな手勢で光秀の緻密な包囲を破れるとは思えない。己の運命を悟った覇王、せめて我が骸だけは明智勢に得させまいと増兵を突き伏せつつ書院へと退く。一息整えた信長はおもむろに燭台を倒した。人間五十年、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。風雲寺はここに去り、一つの時代が終焉を迎えた。本能寺の伽藍から立ち上る炎を見つめながら、光秀はあの決断が正しかったのかまだ悩んでいた。信長の遺骸はついに発見できなかった。耳にこびりついて消えぬ坊主の高笑い、己の胸中を見透かしたようなその声は、光秀の葛藤をさらに増幅し続けるのだった。はい、ということで本能寺の変が終わって、家康は、まあ、いわゆる伊賀越えですね、このイベントをこなしていきます。でもちろん本能寺の変が起きることを、まあ、僕は想定していたので、しっかり軍を整えてあります。この後信長がいなくなった混乱に乗じてですね、勢力の拡大を一気に図っていきたいと思います。信長亡き後の混乱に乗じて、イベントで勝手にこれだけの城を獲得することができました。最終的な勢力の状況を見ておきましょう。こんな感じですね。一気に勢力圏を拡大できましたね。なので、この後はですね、一旦武将の再配置を行って、次の戦略をしっかりと立てていきましょう。では、今回ね、ちょっとなかなかプレイらしきプレイはできていないんですが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きしっかり、プレイをしていきたいと思います。